中村愛チャンネル。どうも中村愛です。プシュー。今回は女性が男性に内緒にしていることを教えたいと思います。たたたたたたた。あるんです。結構隠していることあるんです。ということで全部で、ね、6個あるんですけど、まずはこちらです。たたん。結構女子って下ネタ話します。いや、どれぐらいのね、内容かって気になると思うんですけど、どです。どがつくほど話しますね。例えば、まあ、友達がいて、その友達が、まあ、そういうことをしましたとなりましたら、お、どうだった？どれぐらいだった？とか、これ私だけじゃないですからね。結構女性っていうのは、それぐらい踏み入った感じで話します。そこにあったおしぼりを見立てるとか、そのレベルぐらいの度がつくほどの内容です。これはね、逆に男性同士ってそういうのって話さなかったりしません？むしろなんか純粋な感じ。ただあの女って可愛いよねとかそういう話はすると思うんですけど、女子の場合はいや、あの人かっこいいよねだけじゃ終わらないんですよ。え、あの人やばくない？え、マジ？え、ちょっと一回みたいな、それぐらいまで言っちゃうような、まあさらけ出すような人が多いです。というか、さらけ出さないと女子に嫌われるっていうのが女性なのかもしれないですね。はい、なんか買いかぶってんじゃねえよっていう風に思われて、まあ女子から好かれる女子っていうのは大体そういう風に度がつくほどの下ネタを話していると思っていただければいいと思います。さあ、そして続いてこちら、だん、パイポジ直してる。これ前ね、私が動画上げたと思います。見てない方はぜひ概要欄に貼っとくので見ていただきたいんですけど、女子は、まあ、内緒にしてるっていうか、バレたくないよねってやってるの。男性もそのポジションとかあると思うんですけど、女性もやっぱりしっくりこない位置っていうのがあるので、ちょっと動いちゃったりとか、まあ、特に上上げたりとかすると、もうちょっと今本当にごめんけど、すいませんけどっていう、今ガチで直しましたけど、ふうになります。注意して見ないでください。もう知らないふりしててほしいです。そして3つ目、体を見てます。ほう、というのも、なんかあの人お腹出てるよねとか、女子って本当見てるんですよ。自分では男性の方って隠してるつもり、気痩せしてるつもりかもしれないですけど、こうダボダボな服あるけど、ここのこの下でちょっと乗ってますよとか、めちゃくちゃ見てますから、お気をつけください。あと筋肉どれぐらいあるとか、細いよね、足短くない、顔でかくないとか、結構容姿じっくり見てます。見てないようにね、どうとか言わずにさらっと見てる。全身こう一回見てるかも。そう思うと男性よりチェックが厳しいかもしれない、はい、そしてその4、女性は一人でしないとか言いつつしてる人がほとんどです。まあこれ内緒にしてる、女子同士でも内緒にしてる人がすごく多いんですけど、あ、私はもちろんそういうことはもう絶対しないんですけど、8割9割はしてると思います。いや、これも仕方ないです、生理現象だと。私は本当にしてないんですけど、8割9割はしてる。ほとんどやと思います。だからそんな愚問を投げないでくださいね。もうしてるんでしょうとか、そういうのやめてくださいね。確実してるから、どうやってしてんだろう、あれ何を見てしてるんだろうっていう風に逆に思って、そっから質問した方が、もし答え聞きたかったら返ってくるかもしれないです。いや、してる前提になってるじゃんみたいな感じになるので、はい、これはもう隠してるし、隠し通すと思います。でも付き合った彼女が本当にね、してないって言うんだよねとかいう男性の声とかも聞くの、いやいやいや、隠し通すよ、墓場まで持ってくよって思いますけど、こっちからすると、はい、そして次です、こちらです。パン食いがある。パン食い競争じゃない、結構食い込むんですよ。
これ女性ってなんか多分いちいち言ってないです。それこそそのパイボジの話とも被るんですけど、結構パン食いして直すみたいな、地味にこう直してるっていうことがあります。特に、まあ、チャリ乗ってる時とか、ずっと同じ位置で座ってる時とか、パンスト、そのストッキング履いてる時とか、マジで苦しいぐらいパン食いしますなのでちょっとこうもぞもぞしだしたら、ああそれやなっていう感じで、そのままそっとしといていただければと思います。さあ、そして続いてはこちらです。知らないふりをわざとする。どういうことかっていうと、なんか、すごい、そうなん、知らなかった、知らない、そうなんだって知らないみたいなふりを女性はします。すいません、内緒にしてて。知ってんのよ本当は。知ってるし、もうめちゃくちゃ君より詳しいよって思うことあるんですけど、女性ってまだ知らないふりしとく方が女性的には楽、まあ、そんな話もね、やっぱ女性同士で、あれ知ってたよねって、まあみたいな、知らないふりするんだみたいな、とにかくやっぱ知らないふりして、あそうなんだって言うと可愛げもあるしね、知ってる知ってるそれって言われるよりは男性はいいと思うので、知らないふりをしてたりします。はい、ということでいかがでしたでしょうか。びっくりしました。結構ね、まあ話がそっち寄りになってしまったんですけど、まあ女性が隠していること6選ということで紹介しました。もうこれ以上隠していることはないです。あ、いや本当に隠してることって言わないよね。ホラーで終わりたいと思います。ということで、秋はあの恋のシーズンなんで、ぜひ皆さんたくさんしてください。以上、中村愛でした。チャンネル登録お願いします。この動画がいいと思った方、いや、いいと思ってなくても高評価お願いします。以上、中村愛でした。バイバーイ。